なるほど、いい店だ。ふふ、せやろ。よく来んのか。うん、静かに飲みたい時はここやね。お客さん少ないから。少し意外だな。飲むなら仲間と賑やかにやるタイプかと思ってた。もちろんそういうのも好きやけどな。今日はまったりやりたい気分ちゅうわけ。そうだな、誰だってそういう日はある。そうやろ。そんな時にはこのお店が居心地ええんや。確かにここは気分が落ち着くな。上流付き合ってくれたけどええの？忙しかったんちゃう？それでも一杯飲むくらいの時間はある。ふーん、じゃあ今んとこセーフってわけやね。ああ、ならちょうどええ。今日はこのまま上流の歓迎会にしよう。ようこそ赤目ネットワークへ。ちょっと今更じゃねえか。もう散々こき使われてる。こういうのは思い立ったが吉日や。それに今日は全部うちのおごりやって言うたら。なら悪くねえ。せやろ。さ、いっぱい飲もう。これからも馬車馬のように働いてもらわなあかんからな。人使いの荒いボスだ。だが実際大したもんだ。赤目ネットワークだったか。あれはあんた一人で立ち上げたもんなのか。そう、大変やったで。別にうちは裏社会の人間ってわけやないし、特別なコネがあったわけでもない。ホームレスの人たち一人一人と仲良くなっていくのを繰り返した結果やね。そうなのか。ネットワークが大きくなったらなったで、金の匂いを嗅ぎつけて半グレやらヤーさんやらがちょっかいかけてくるし、ほんま気の休まる暇がないわ。まあそういう連中が放っておくわけないだろうな。あんたがキャッスルの仲介役になってるのもその辺との折り合いの結果ってところか。さすがやね。その通り、持ちつ持たれつの関係に落ち着いたっちゅうわけや。なるほどな。だがそこまでしてあんたは何がしたいんだ。え？何か目的があるんじゃないのか。ネットワークを作ったことも規模を拡大していることも。まあそうなんやけど。ん？なあ、上流って子供の頃何になりたかった？なんだ急に。ええやん、減るもんやなし。聞かせてや。俺はただおやっさんみたいになりたかっただけだ。おやっさん？読んで字のごとく俺の父親みたいな人だ。今だって俺はどこかであの人の背中を追いかけ回しているのかもな。へえ。じゃあ上流はまだ子供の頃の夢を追い続けてる最中ってことやね。カッコつけて言えばそうなるな。実際カッコええよ。大抵の人はどこかで夢を諦めて大人になるんやから。ふん。あんたは褒めて伸ばすタイプらしい。何か悩み事でもあるのか。なんでそう思う？でかい組織のトップってのは気苦労が絶えないだろうからな。それは確かに。でも大丈夫。ならいいんだ。ありがとうな上流、気ぃ使ってくれて。
確かにうちネットワークのこととか人様に言えん秘密がいっぱいの謎大きい女や酒の勢いで言うたらあかんこと言うてしまえへんか気ぃつけながら飲まんとあかんから上流は気兼ねなく飲めてええわ木のうろとして便利に使ってくれ王様の耳はロバの耳ってじゃこれからもよろしくってことで改めて乾杯ああ